その指輪を返してちょうだい。私がお母様から預かる指輪、誰にも渡すわけにはいかないわ。この指輪は結晶炉コルドロンを操る鍵。コルドロンをすぐに止めねば。あの人がここまで来ている。何を言っているの？コルドロンの元々の支配者、指輪の主バレンタインを、あの人が王に牢を操らせてはならない。あの惨劇が繰り返される。なんとか言って指輪を返さない気ね。出さないならこうよ。ベルベット姫、ブルカン、お願いです、指輪を。指輪？守って、誰にも渡してはなりません。素直に渡した方がいいのに。私の石弓は魔法の弓、お前ごとくひとひねりよ。姫によくも。だが見れば幼い子供のすること、見逃してやるから行くがいい。バカにするな。お前だって小さいじゃない。もう許さないわ。ベルベット姫、ご無事ですか？我が孫娘はまだ現世にとどまろう。ブーカー、来てはいけない。その指輪を持って逃げて。お前は冥界で先導を名乗り出た資料。礼を言わねばならんな。おかげで顔色の悪いあの女に見つからずにこの世に戻れた。その冠、そうか、お前が。
女が今や哀れなバレンタインの王、うなるコルドロンは我が心臓、そしてティトレンの指輪が我が玉座。これで指輪はあるべき主のもとへと戻った。おじい様、考え直してください。呪いの難を逃れたお前たち兄弟には分かるまい、この苦しみが。王大も妖精どももタイタニアも同じ地獄を歩むがいい。世界の終焉をお望みなのですか？この身をどう見る、虚無以外に必要とするものはあるかね。そうだ、終焉だ。預言書の言葉通り、地獄の釜の蓋が開くとき、それがまさに今だ。その干からびた頭にはまともな考えは残っていないようだな。プーカメ、タイタニアの伝説の剣を手にして勇者にでもなったつもりか。口の利き方に気をつけよ。ひざまずけ、世はそなたらの王ぞ。お前を王にいただいた覚えはない。バカ者め、邪魔をしよって。まだ終わらぬぞ、まだ。姫、ありがとう、ありがとう。ブーカ、ベルベット姫、お会いしたかった。私です、コルネリウスです。いや、ダメだ。こんな姿になった私をもう愛せるはずがない。告げてはいけない。口を固く閉ざせ、今は耐えるのだ。バカ、いつまで。姫は無事か？ベルベット様がここに連れてきてくれたのよ。彼女はどこに？今ここにはおられません。なんだか慌てて出て行かれたわ。いやー、元気になったんだね。バレンタイン王の話は聞いたよ。昔はそれはいい王様だったのに、魔法のコインを作られた頃から変わられてしまったんだ。数もわからないコインを集めるなんてできるのかな。勇気にもいろいろあるわ。必要なのは干し草の中から針を探す類の勇気。あなたは一人ではないわ。噂の新入り君ね。あなた魔王の国へ行ったことがあるんですって。私最近まであのお城でグウェンドリンというお姫様の付き人をしていたのよ。あの人だ。よかった、生きていたんだ。
何か必要なものはありませんか？がっぽりコインをいただいていこう。あった、うん、動くなよ、ウサ耳。その耳、そぎ落としてやろうか。皮を剥いで襟巻きをこしらえるのがいい。よさ、ここはプーカの土地だ。出て行け、ゴブリン。何を言ってやがる。俺らの土地だ。同じバレンタインの人間として権利はあるぜ。いい加減なことを。本当よ、心が横島なプーカがだんだんとゴブリンになっていったの。でもわからないわ、どうしてこんなことを。コインは感謝の言葉とともに送られなければ魔法は現れない。奪ったコインでは願いは叶わないのに。そんなことは知ってるさ。俺らの王がお作りになったお金だからな。これはそのバレンタイン王のご命令よ。バレンタイン王だと？俺たちはこんなものに用はねえ。だがお前らだけ元の姿に戻るのを許す気もねえ。王様の言うように炎の国の溶岩へコインを投げ捨てりゃあんたらの泣き面を拝めるって寸法よ。待て、大丈夫ですか、メリルさん。ダメよ、コインを失ったら二度と元の姿には。
や、俺不要少し。やめ、俺不要少し。